新聞の今回、市長に就任されて初めての予算ということであの前回の知事就任後初の予算暫定予算と比べた時の,そのご自身の中での達成度合いです、ね、もし点数など付つけられるんでしたらあの点数とかあるいは別に点数じゃなくても手応えですとか比較してみてちょっとあの間接行政と直接行政の違いがあるので一概には言えないというのは分かっているんですがその点を。 いやあの、点数はつけれませんけど、あのやっぱり知事のときは知事で、あのときの状況の中で、まあ、組織があ必死になってもやってくれたというところありますが、この暫定予算のこの時期においては、あ知事時代はもう一律カットでい、えー、きましたんでね、えー、とにかく止めたと、3か月分しか計上しなかったということをやってますから、それは行政の今の。 手法というか、まあそういうことで言ったら、今回はもう組み替えて、えー、やりたいことについてもこうやって打ち出せてますからね。それはあのー、暫定予算で比較したら、それは今の方がかなりの進化はあると思います。ただ、これから改革に入っていきますけども、改革の作業については、それは大阪府庁の時もね。暫定予算5。 2か月とか3か月で1100億円、収支改善を生み出してくれましたんで、そこは一緒だと思いますけれどもね、暫定予算は、あの時はもう1週間しかなかったもんですから、知事に就任する前にもその方針決めて、とにかく3か月分しか計上しませんよっていう、もうものすごい荒いことをやりましたんでね、ちょっとだから暫定予算で、あの大阪知事時代の時の状況を比べるのは、ちょっと違うと思うんですけど、ただ、あのまあ、暫定予算の中で、これだけよく、 明確な方針がこう分かるような、この予算と改革のプログラムと、府、ま、市、あ、統合本部もありますけども、もう大体この2か月の中で大きな方針というものは、多分どなたが見ても感じてくれてると思うんですけども、まあ、ここまでよく市役所の職員も、府庁の職員もやってくれたと思いますね。 でこの中で,です、ねえー、と表を見ますとこの、まあ、当然といえば当然なんですけれども毎年こう、地方交付税が34年度までこう入っていると前提として資、ね、税収入ということで入っているとはい、はい、ただその、府市統合本部の第1回の時に不交換対を目指すと。 あの時は確か松井知事は任期中にということをおっしゃっていたんですが、はい、そこのあたり、実際、やはりこう,こういう試算が出てくるということは、かなり現実的には厳しいということで違います、違います、だからそれは政治的な方針と、その行政的な詰めのお、行政的に詰めたものって、やっぱりこ分けなきゃいけないんですよ、それは。だから、あの松井知事は僕が府市統合本部で示した方針というのは政治的な方針ですよ。そういうい方向に向にかって 税財源の異常とか都市制度の抜本的な改革とかを目指していきましょうでも、こちらの方の数字は行政的にきちっと積み上げた数字で今の現行制度を前提とすればこうなりますだからこれをもし変えるということであればそれこそ任期中に25年度までの間にこういう状況を,こういう状況を変えるためにまさに松井知事が言われたような政治的な方針を実現しようと思えば今ある現行制度をガラッと。 変えななきゃいけないわけけわですからねこれはあくまでも現行制度を前提にした数字です、だから人員計画についても、今日局と打ち合わせをしましたけれども、行政として積み上げていくような方針ということではなくて、今度、近々戦略会議で、政治的な方針としてこういう方向を目指していくっていうような人員計画を出そうということで、今日は総務局やああの谷川さんのところの市政改革室に指示を出したんですけどもね。 だそういうい政治的な方針と現行制度を前提にした積み上げたこういう行政的な数字というのはやっぱりそこは分かれます、これはもう現実問題、今の制度を前提としてはこうなっちゃいますということですからね、これを変えていきましょうという話ですそうしますとそのこう、地方交付税制度の廃止とか、あの他の組み替えとかも含めて、ね、あの交付団体を目指して,いてそ,うですそうです、だからもう、地方交付税制度の廃止とか、そういうのは政治的なもう方針ですから、千中八策、維新八策でも出しましたけども。 まあ地方交付税制度を廃止して、まあ、それこそ消費税、今増税となっていますけども、みんなの父さんが言っているように、ね、消費税なんてものは全部、これ、同種に移し替えたらいいじゃないかとか、僕はあの論にも大賛成ですし、それはもう本当に政治的な方針ですよね。 もう最後に細かい点なんですけれども、はい、あの給食費についてなんですけれども、はい、あの確か予算のヒアリングのときは、負の補助金8億,億2000万余りがです、ね、ヒアリング資料にあったんですが、これは今回は負の補助金見込みを入れてらっしゃるのかどうか確認なんですけどい入れてると思いますけども。いすあでよろしいですか、はいあの マニフェストの考え方についてお伺いしたいんですけども、市長、最近あのぶら下がりで、民主党の失敗を引いて、ですね、ええ、え精緻なマニフェストを出すことに否定的な考えを示しておられますけれども、あの民主党の失敗は、マニフェストを実行しなかったことや、できないマニフェストを言ったということにあると思うんですね、はい、で今回、市長が立てられた予算は、まさに精緻なマニフェストで市長選を戦われて、それを実現されているわけですね。そそうううい意意味で意味ででがああると思うんですけれどもそのたり どういうふうにお考えなんでしょうかあの市長選挙で出したマニフェストというものは僕が知事も経験をしていたというところであそこまで書けたわけなんですよだけれども今回の予算のように、えー、予算発表であったようなこんな制度設計の話とか金額の話とか市長選のマニフェストには入れておりません、えー、そんなわ分からないですだからやっぱり政治家が決めれる話と方針を示す話と行政がや,っぱりやらなきゃ詰められない話というのはあるんですね で民主党さんの,あのマニフェストというのはあこれはもう行政がやらないとはじけないような話が入ってましたよね、えー、子ども手当の,その金額だったり高速道路無料化っといってもそれは本当に無料になるのかどうなのかということはこ行政組織がやっぱり、えー、弾かなないと無理なんですよねだから市長選の時のマニフェストというのはあ,あそこまで踏み込めたのは僕が知事をやっていたというところもありますしただだ踏み込んだと言っても行政が やらないとこれ以上のところは行政がやらないと無理だというところはちゃんと線を引いたんですよだからああいうマニフェストになったんですねで、えー、もし僕があ知事という経験がなければもうちょっとお緩い、えー、漠然としたマニフェストになってしまうかも分かりませんが、まあ、知事に就任した時にい、ね、まだに覚えているんですが「報道2001」に。 もう今、ほどに聖地出るようになりましたけど、今はもう別に黒岩さんと仲いいからいいんですけど、あの時のあの黒岩、当時の黒岩キャスターと、重めにもめてですね、え。ー 負債の,の発行、原則ゼロっていうふうに言ったところから、負債を発行したことに関して、黒岩さんがかみついてきてで、マニフェストっていうものは数値を示して、工程表を示して、どうのこうのって言ってたんですけど、僕があの時に、じゃあ知事になってみて、選挙やってみて、やってみたらいいじゃないですかって言ったら、もうなんかそこで、うわーってこう大激論になったんですが、黒岩さん、自分があの知事になられて、よく分かったと思いますよ、そんな数字を。 具体的に全部示して、工程表を示してなんていうことは、こんなのは行政組織じゃないと絶対できませんから、だからマニフェストという言葉ももうちょっとこれから考えていかなきゃいけないと思うんですけれども、政治家がやっぱり示すものと、それから数値とか工程というものは、これは行政計画であってね、この2つを分けて、で政治家に求めるものというのは方向性だったり、そっちのお、まあ、道筋だったり。 まあただ、それが漠然としすぎだったら漠然としすぎる、でどこまで具体化するかっていうのは、もうそれはね、本当にその時々の状況だと思いますね、だから何でもかんでも数値を示して、えー、工程表を全部示せっていうのは、これはもう。 無理な話なものは無理なんですから、そこに民主党さんを踏み込んで、えー、政権交代の時にマニフェストとやった、そして有権者の方も、それが絶対できるもんだと思った、しかし本当に僕は知事の経験もあり、今、市長の経験もやって、いろんな国会議員の皆さんともお付き合いさせてもらってますけども、政党でそんなことできる、政党でそれをやるのは絶対に無理ですね、ただからもう行政組織という、もうこの、いわゆる知能集団で、えー 総係にななってそれをやらないと絶対無理ですじゃあ、政治家は何を示すのかというところを、これからあ、まあ、いろんな機会を通じて、有権者の皆さんには説明と訴えかけていきたいと思いますけどもね。あのその意味で言いますとね、今、政党に作ってとおっしゃいましたけれども、選挙発策というのはまさに市長おっしゃるように、ね、大きな方向性しか示してないと思うんですけれども、しかし、国政選,選挙においてはね、きちんとスタッフもいて、政党女性も。 もらってる政党がきちんとマニフェストを作るということが定着してるわけですよね、その中で今後、選挙発策をブラッシュアップして、いつまでにできるのか分からないものをずっと示し続けていかれるんですかいや、そうですよ、だから、いつまでできるか分からないというよりも、そういう価値観を持っている集団ですよということを示して、その範囲内である種の裁量権をもらうっていうのが、それが僕、選挙だと思ってますから、定票なんていうものを政治家が作る もっと大きなああその方向性もう対局的なそういう見地に立って大きな方向性を示す部局ごとの意見を聞くと部局ごとのいろんな理屈でこうですああですってなるんですけども全部ひっくるめてまとめていや あこの局はそう言うけども、こっちの局のことを考えればこうでしょうということをこう示していくのが政治家の役割だと思ってますから、あーそれは政党交付金を受けてる天下の高騰のいろんな政党の皆さん、まあ、僕も3年9か月、4年近く、この仕事をさせてもらって、だんだん実態が見えてきましたけれども、さあ政党で作るのは無理です、ええ、絶対に無理、その今の政党のいろんな陣容で。 行政組織に上回るような組織を作るなんていうのは無理ですね、そういう意味でやっぱり日本の行政組織っていうのは、極めて優秀なわけですよ、だから役割分担しなきゃいけないと思いますね、だから行政組織でできないことっていうのは、じゃあ、年金廃止なんていうことを、行政組織が言えるかってっ絶対無理ですから、そういうところをだから政治家が言っていくってことだと思いますよ。